名古屋市交通局3000系電車名古屋市交通局3000系電車はかつて名古屋市交通局が保有していた路面電車用の車両である。伝説構造を採用した2車体3台車の車両であった。運転台車内戦時中の行員輸送を目的に資材に特別の割り当てを受けて製造された車両である。二千六百型に続く二形式目の二車体、電設車として 1944年3月に、木並み車両製造によって重編成が製造された。2600系の経験から低小型、間接制御方式で設計されたが、電気部品が納入されず、電動機や制御機は旧型から年出して進行し、戦中戦後は収容力に物を言わせて活躍した。車体は、側面窓配置 1D3D3 の車体を、 背中合わせに2両1組としており、張り上げ屋根を採用。前面は1400系の流れを組む三枚窓では、あるが俗に木並みスタイルと呼ばれる深いカーブのおでこを持つ。ただし前面中央窓状に付けられた方向膜の上に小型の水切りを設けたため、2600系のような、いわゆる海坊主的な雰囲気はない。前頭は春高当時は、 方向幕上に設けられていたが、戦後に全面中央倉庫に移設された。中央の連接台車も低床型を採用したため、車内はフラットになり、側窓の天地寸法も扉間と連結面側が揃えられた。このために1600型よりも軽快な印象を受ける外観となっている。直接制御方式で、モーターは 50PS のものをおに装備したが、12メートル級の 中型ボギー車と変わらない、出力のため、全長18メートル級の2車体連接車には、非力であった。本形式の車番は2600型と同様、車番の後ろに A、B、C といったアルファベットをつけることで、連結位置を示すといったものではなく、2両1組で同じ車番とするものであった。終電装置はパンタグラフではなく、ビューゲルであり、一方の車体についている。 池下車庫に配置され、同車庫担当で輸送力が必要な東西幹線の栄町線を中心に運用され、池下車庫の廃止後は新設の稲葉町車庫に全車、揃って転属し、引き続き栄町線で活躍した。1963年3月に地下鉄東山線が東山公園まで延伸開業すると、栄町線の乗客数が減少し、 輸送力を同線に集中する必要がなくなったため、全車が沢上車庫に転属した。ここでは、市中心部と南部工業地帯を結ぶ南北幹線の厚田線、大江線で輸送力を発揮した。昭和40年代に入ると路線縮小が進み、運用範囲は次第にラッシュ時や団体輸送のみに狭められ、1967年に3009。 1968年に3010が廃車された。残る8両は高辻車庫に転属し、東高線を中心に最後の活躍をしたが、ワンマン化改造に適さない車体構造もあり、1970年に全車が廃車された。1970年に3003が名古屋市科学館で保存された。屋外展示だったが、 4年に一度程度の塗装替えなど、手入れが行き届いていたため、最良の展示状態を保っていた。その後、同館の増築工事に伴い、1986年に、同車は交通局に返還されて、地下鉄鶴舞線日清工場で保管されていたが、現在では2000年6月に開館した、名古屋市市電地下鉄保存館で保存、展示されている。 社内は公開されており、立ち入ることもできる。1974年、同館 2400K1401 が保存された時は2両が重列になって展示されていた。ありがとうございます。